はい、今回はロジックの面白い機能についてちょっとご紹介したいと思います。はい、よくあるターンテーブルありますよね。はい、はい、DJ がこうやるやつなんですけども、あれでこうブイーンってこう速度を落とすような感じ、これをロジックでちょっと表現できる方法があります。これは何か MIDI で使わなきゃいけないとか？あ、これは MIDI だと逆にできなくて、はい、オーディオファイルのみに使用できる機能です。あ、じゃあ MIDI だったりかオーディオで書き出さないといけないっていう。そうですね、一度変換しなきゃいけないですね。はい、はい、でまず今このサンプルちょっと聞いてみると、こんな感じ、はい、でこれ今通常2小節のループになってるんですけども、これをですねどうやってやるかっていうと、フェードツール、これを使います。はい、フェードツール、こうかけると通常は音量が下がってしまうんですよね。こんな感じになるんですけども、はい、このフェードツールで選択した後にこのフェードっていう部分、はい、こちらをクリックして速度ダウンっていうのを選びます。はい、すると色変わったの分かりますか？あ、ちょっとオレンジ色になりましたよね。はい、たったこれだけなんですよね。ちょっと聞いてみると、はい、これですね。あー、これ面白いですね。かなり面白いし、いろいろ飛び道具としても使えるかなと。はい、で同じようにドラムにもかけてあげれば、はい、同時にこう落ちたような感じになりますよね。はい、それでまあもう一度フェード速度ダウンと2つ合わせて聞いていると、こんな感じ。面白いですね、これは。はい、速度も変えられて、要はこれが長ければ長いほどその時間をかけて落ちていくわけですね。こういうことができて、逆だとこんな感じ、すごい早く最後だけ音落ちるっていうことができますよね。はい、聞いてみます。こんな感じ。ああ、使い方いろいろありますね、これだと。ありますね。はい。あとはこう、例えばここで。今、垂直というか、スパッと均等に落ちてるんですけども、はい、ここをドラッグすると、落ち方のカーブを決められるんですね。ああ。あとは好みのこの範囲とカーブによって、落ち方をバッチリと調整して遊んでみてください。はい。簡単ですけど、効果絶大です。また面白いテクニック入手しましたらご紹介していきたいと思います。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。